大木町家は、藤原北景館陰流、東院家支流である公家、家族の家系。公家としての価格は、ウリン家。家族としての価格は、白爵家。大城大臣、西音寺公共の孫で、大城大臣東院校、守れの次男、大木町下屋明から始まる。本家である、東院家は、室町期に断絶したが、 聖火クラスの家柄であった仮名の由来は、大木町東道院南西閣に屋敷にあったことに由来しているが、その屋敷が土見門東道院殿の裏付寺に面していたことから、裏付寺もしくは、それが返事た裏辻とも称した。後に分家した一流が、裏辻と称したのはこれに由来している。江戸時代の家録は五十五国。元禄時代の大木町町子は、地豊かの女で、 柳沢義康の側室である。松陰日記を表した再演として知られる。完成年間の公明は、孫悟一件で、中山愛親と共に処分された。明治維新後の1884年7月8日、実証に白尺の位を授けられた。実証は、埼玉県知事、自重庁、商君局総裁を歴任した、新潟重康の二男。公陵のことも、 中山兼近の三男とも、国立歴史民族博物館の休校給料取調べ庁データベースより算出した幕末期の大木町家料は以下の通り、ありがとうございます。